それはお前がやったわけじゃない。ああ、だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋。傍から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。俺の顔悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやっさんに言ったら頭を抑えられたりは。無駄だ。親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。やっぱり俺はあの八神が嫌いです。あ？やつは俺よりずっと前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて。まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか？さあね、何かあるんですか？あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。いい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。へえ。でターボーが15になった頃だ。親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよ。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつがうちにいたらその暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親殺した犯人はどうなったんです？現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですが、野郎と兄貴が会ったのか？ああ、あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを人ごとみてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつは
ヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか八神は。なのに兄貴も親父もなんだよあんなやつと。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもね、ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら、精一杯あがいてみせます。その気持ちだけで十分だ。